反射法による地中探査。1. 人工地震を発生させる。2. 地震波が地中を進む。3. 地層の境目などで地震波が反射される。4. 反射した地震波を地震計で捉える。人工地震は人工的に起こされる地震動である。主に地中を探査する人工地震探査のために起こされる。人工地震は 人工的な葉っぱなどにより発生する。一方、通常の地震動を発生させる地震のことを自然地震と呼ぶことがある。土木工事などに使われる葉っぱは地震波を発生させるため、しばしば自然地震と誤認される。ただし地震波には P 波に比べて S 波が小さい、表面波が卓越する、すべての観測点で P 波初動が、おしなみとなる P 波の波形が単純で立ち上がりが、 比較的鋭い、震源の深さがほぼ例であるなどの特徴があり、自然地震による地震動との判別は可能である。核爆発によるものも代表的な人工地震の一つであり、大規模な地震動となった例もある。こちらも地震波に前日と同じ特徴があるため、識別及び感知が可能であり、地震計による核実験の監視に活用されている。また、 自然地震との判別が可能なことを利用して地殻や上部マントルの構造を研究する爆破地震学がある。人工地震による地殻構造の解析は、新欧、震源時が正確に分かり、地震が発生しない地域でも研究が可能という利点がある。一方で発生する地震波の振幅が小さいなどの欠点も存在する。エアガン人工地震を発生させる装置を 人工震源と呼ぶ。地震学での震源とは意味が異なる。爆薬主にダイナマイトが使われる。従来の一般的な震源だが、危険物の取り扱いに難があること、震源周辺に対する悪影響が大きいことから、爆薬以外の被爆薬震源に切り替わりつつある。エアガン水中で圧縮空気を放出する。水中ではよく使われる。ウォーターガン水中に水を放出する。 エアガンと異なり、ノイズ源となる気泡が発生しない。スパーカー水中で放電させる。周波数が高いため微細構造の探査に適す。サンパーマスを地面に落下させる。バイブロサイスマスを機械に振動させ、スイープ波を発生させる。瞬間的なパルス波ではないため、震源周辺への影響が少ない。人工地震による南米沖体形洋海底の探査結果。 地震探査も参照地震波を使って地中を探査する。反射波を捉える反射法と屈折波を捉える屈折法がある。通常の人工地震によるもの以外に核実験や自然地震による地震波も地球深部の探査に使うことができる。人工地震を観測することで地下構造の推定に役立てる手法もある。断層運動や火山活動に禁する。 自然地震に比べて地震波形が単純であるため地震波トモグラフィーなどに活かしやすいとされる。また、これを応用して国際的に認められない核保有国が秘密裏に行う核実験を探知するのに使用される。1973年9月12日にノバヤゼムリアの北島で行われた核出力4.2マウントの地下核実験では マグニチュード6.97に相当する揺れが発生した。詳細は、グロメット作戦、アムチトカ島、及び W71 を参照をアメリカ合衆国が1971年から1972年にかけて行った地下核実験のうち、1971年、アムチトカ島における地下核実験において、W71 核弾頭が使用された際、 各出力は5マウントで、地下核実験としては最大規模の記録を出したが、マグニチュード7.0相当の人工地震も記録した。北朝鮮が2017年までに実施した6回の核実験では、いずれもマグニチュード4.0以上に相当する揺れが直後に確認されている。特に2017年9月3日に実施した核実験については、9月23日に2回。 10月13日に1回、12月2日に1回、観測された地震をも引き起こしたと結論付けられている。人工震源と異なり、人為的な原因によって引き起こされる、自然地震のことを、同じく、人工地震と呼称する場合がある。詳細は、地震、その他を参照自然地震観測、地殻構造探査、 データベースサイト松代地震観測所での地下核実験の観測能力について、気象庁地震観測所技術報告第9号37から45ページ昭和63年3月、フローズインタイム、エイコールドボーレリック・ギブス、アップ・イッツ・シークレッツ、ハットプロジェクトカナキン、カニキン実験とも、 w 7 1 w, w a r h e a t i n f o r m a t i o n i n c l u d i n g a t g l o b a l s e c u r i t y a i d o r g h h t 北の各実験場近くで、M3.2 情報作奏、爆発、自然地震、行動崩落。産経新聞。 http://www.sanki.com コロンススララッッシシュュスラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ170923スラッシュ wor1709230026-n1.html2018 年1月6日閲覧実験場近くでまたも地震5回目核爆発で地盤に緩み追加実験なら 核物質拡散の恐れ。産経新聞。h t t p w w w s a n k e i c o m w o r l d n e w s 1 7 1 2 0 2 w o r 1 7 1 2 0 2 0 0 3 4 n 1 h t m l 2 0 1 8年1月6日閲覧。日本人が知りたい地震の疑問66。 サイエンス愛心書、ありがとうございます。